はい、今回は、この対戦ルート、この前言った通りラストライバルと S ランクになりました。ほら、ここ S になってますよね、右上のところにね。で、最後にこのザ・ラグーンに S ランク、5点決めれば、あのなんだっけ、ちっちゃな金の鍵ができるんですね。だからそれをゲットするためにザ・ラグーンと対戦したいと思います。勝てるかな。勝てる自信がない。どうしよう、強そう。うわ、ほらやっぱね、絶対勝てないでしょ、これ。勝てない。絶対。絶対ではないけど、なんとなく勝てないな。ほら、いきなり落ちたら。じゃあ、こっちは。ほら、ゴールキーパーがいきなりじゃん。ザナーズ、ザナーズ、もう一気にアームドにしちゃった。あっちの何だこれ、強そう。こっちこっち、よし、グレートマックスな俺。何かな、シンスケ、一応もう、スケッチとかね。この決心もヒンじゃない。じゃあ、スクリュードライバーで行こう。うわ、負けた。スクラッチ。30ぐらいで負けた。クラッシュでいい。次はワンダートロップにしよう。負けたな。こ、なんだ、スピニングアッパー、ディープジャンプ、カッパ、よっしゃ、ディープジャングル、なんとなくね。あ、決心使わないと。
決心。もうアームにしよう。突破。突破できるか。できた。さらにメキシトラン。あれ？メキシトランスで起きたと。ファイアトルになります。800。これはいけるか。691。やっちは、うわ、899。890かな。ちょっとでも落ちます。スクリュードライブ。やばれっと。トランスムーブに負けた。これは S を狙ってやる。何やねん、 S で。まだ使わない。ディープジャンプ。おい、止めるぞ。止めた。トルネードダブルドラー進化激つかない。前半終了。
1対0。弱いな、ほんと。まあ、この試合は勝てない。だけど、S である。スクリュードライバー。じゃあバルセロナみたいにパスサッカーでいこうかな。パスサッカーだ、みんな。パスサッカー、やばい。だけどスカイウォーク大丈夫。風穴ドライ、はい。こっちはパッサッカーだったね。言っても全然取られてるね。追いつかれてる。左いけ。そう、まあ、こっちにスパーエッジドリブルがある。勝った分スリー。やばい。まあオリンポスアーモンドに行ってみようかな。バッグに行けた。ディープジャンプ負けたー。決勝バーン。無限座反応術。どうなってんの。遠くの最強の無限ザハンド G2 のサマーダンスに到来。908、すごいだろう。バルサのサッカーだからね。ほんと。と。できないもん。パス。あれ。間違えた。ワンダートラップ。ちょうどだと思う。ほら、A に。さらに決心。アームで行くぞ。カサナドライ。クリティカル。カザーナドライ。今度は来なかった。クリティカル。またけど。
ゾーの奇跡が立った。じゃあ次はシュートを決める。ゴッドウィンド、あれ弱い、終了2対0。オラたちの勝ちだぞ。ウホウホウホ。どうなったのかな。これやったね。これ B だもん。じゃあ今回はザ・ラグーンと対戦しました。で2対0でしたね。で次回はもう一回ザ・ラグーンか他のチームと対戦したいと思います。では見てくれてありがとうございます。あとチャンネル登録もお願いします。ではさよなら。